ムツヤンヨウノスケ道のノクヤンヨノスケ1月14日から2002年10月30日は日本のジャーナリスト、映画監督、プロデューサー、実業家、家族、インターナショナル映画社の創業者。身長180センチメートル、訓行家族道のノクに生まれる。父はムツムネミツの長男で二大伯爵のムツヒロキチ。母はイギリス出身の磯。 日本名の陽之助は、祖父、宗光の通称でもあった。広吉が外交官として、ロンドンに赴任していた時のアパートで午後11時20分に誕生した。誕生の際には二人の医者ブラントとアディルセンが付き添った。三歳の時に初来日する。家のあった、鎌倉の小学校や学習院初等科への入学を考えたが、愛のことをいじめられていたため断念。 家庭教師に学んだ。1917年、日本での今後の教育を考え、校長がフランス人である行政小学校に5年生で、編入学する。行政中学校を卒業後は、早稲田高等学院に入学するが1年次で、英国に留学、バーミンガム私立大学英文科を卒業。母親の死去のため1930年日本に帰国する。 1931年5月、ジャパンアドバタイザーに入社、編集実長、経済部長を務める。1939年5月、同盟通信社に入社。1941年34歳の若さで、海外部長となるが、奔放な生活や、敗戦論者であったことなどから憲兵隊にスパイと疑われ、1943年に、父、 広吉の死去に伴い伯爵を執着するが、1947年に家族制度廃止に先立ち尺位を返上した。戦後、アップ通信記者を経て劇場ニュース映画を配給する会社の東京支局長となる。また、朝鮮戦争時は従軍映画カメラマンとなった。1952年にインターナショナル映画株式会社君三等局日、中受賞受賞。 2002年10月30日、多臓器不全のため死去。葬儀は、聖路科国際病院礼拝堂で執り行われた。ありがとうございます。